ここからは NQN の古川さんと一緒に今日の相場で注目した銘柄や明日の相場のヒントを探っていきます。古川さん、日経平均株価先ほどね一時七百円を超える下落となるなど、為替市場でドル円が百四十五円台半ばまで円高にね、はい、触れる中、ちょっと全体的に崩れるご場となりましたね、うん。まあそうですね。あのやっぱり分かりやすかったのは、はいうん、やっぱり今のマーケットというのはやっぱ為替。はい 次第かなっていうふうなといいうころはやっぱ大きいですよね為替次第といいますか、はい、為替の円安と歩調を合わせた株高そして円キャリー取引の動向といったところやっぱここら辺であの要するに海外の投機家がどういうふうに投機筋がどのように動いているかっていうところがやはりこの円の。 えー、動向と株の動向っていうのがまあこれらやっぱ連動してるんだなっていうのがよく分かった一日になりましたよね。うん、で、えー、ただですねまあご覧のようにあの現時点ではですね利益確定いうの範囲内だと思います。はい、あの先週末で1300円上げてるわけですしね。はい、ね週間では3000円ですしね。そうなんですよね。はい、あの <laughs> このご覧になったらわかると思うんですけど、うん、確かにですねあの史上最高値からは今下にあるんですけど。はい 直近の戻りからを考えるとです、ね、もうこれはもう歴史的な株価急騰といってもいいぐらいな1週間で3000円なんてしかも史上最,最大の下げと史上最大の上げを演じたこの週というのは実は週間,で週間で900円ぐらいしか下げてないんですよね。 でその後3000円上がったわけですからもう本当にあの直近の底からです、ね、今、急速に戻している局面でのえ今日は、えー、利益確定、売りのまだ範囲内だと、まあ、いうことが言えると思います。で、あのーま、ず今日のです、ね、ここのところ相場を押し上げてきた値、ね、傘半導体株とか、うん、先週末に6%も上がったファーストリテイリングとか、はい、ちょっとここら辺見てていただきたいんですけど。うん この時間もです、ね、まだレーザーザテックがプラスなんですよね、はい、まだあのこういうのを見る限りにおいてもです、ね、あの投資心理が大崩れしたというのではなくて、うん、やっぱり急進局面における利益確定売りの範囲内じゃないかなという感じがします、うんはい、一方でファーストリテイリングこちら先物主導ということで動きなんですけど、はい、こちらも先週末に6%上げた理由もよく分かりませんし、はいはい、今日2%下げる理由も特にないとなるとやっぱり先物主導だなという感じになりますよね。うんはい、えー とことなんですが、その円キャリー取引の動向ということなんですけど、はい、あのこのやっぱり日経平均がまあどう動くかといったところ、を大きく作用してくると思うんですけど、ちょっと今のアメリカ,かアメリカのです、ね、動向から考えると、ちょっとまだまだやっぱ強気だなっていうのが、うん、今日は下げましたけどね、と、はい、いうのがまあちょっと伺えるかなという感じがします。えというのがです、ね、あのまあ、海外投機筋の動向ということなんですけど、はい、足元で強まっているのが、アメリカの 指標が良ければ買いではい、はい、悪ければ利下げで買いという何でも買いという状況になっているんですよね、うん。なんか楽観的なムードがねアメリカの方でも漂ってますね、うんうん。そうなんですよね。ねですからそれが崩れない限りは、はい、まあ今日はやっぱり利益確定の範囲内かなっていう感じがしますよね。うん、あの実はですねダウ平均はもう再び過去最高値が目前ですしご覧のようにということですね。はい、ナスダックまあこちらの方の冷やしを見ても。 えこちらもまだまだちょっと高値にはまだ時間距離がありますけどえ昨日まで先週末まで7日続伸ということになっていますよね。であのやっぱりその海外の投機の筋の強気転換っていうのはこういったあのこれ具体的に言いますとですね先週のアメリカ株は小売り売上高などいい指標が出たら買いそれは分かりますただ物価系の指標で市場予想を下回ってもなら利下げですねっていうことで買いで反応してたんですよね。つまりですね地が悪い時は 指標が悪ければ実体経済を懸念して売りじゃないですか、はい、で、指標が良くても今度は利下げペースが鈍化するから売りなんていうことも起こり得る、はい、つまりその時その時の投機筋がどう動きたいかっていうことによって解釈が全然その時の都合によって変わるんですよね、はい、ですからそれが今週も続くかどうかっていうのが 今日をえ単に利益確定で終わるのかそれともまた一旦ちょ頭を調整頭打ちして調整局面に入るのかまあそこら辺のまあ大きな鍵になるんですけどただ、実はですねここにある日銀内田副総裁の鳩派協調これ2週間前の話なんですけどねこれ、思い出していただきたいんですけど乱高下歴史的な乱高下を演じた翌日まだまだ不安定だったところにこの ハト派と波、まあ、っていうかです、ねまあ、日銀会合や上田総裁の見解を覆したとも言ってもいいほど利上げに消極的だった姿勢でこれで一気にやっぱり、ねあのー、円キャリーを再び再構築することへの安心感が広がっているんですよね。まあ、それが結局円安株高の合法につながったとまあいうことなんですけど、まあ、今後の投資心理を占う上ではでは、ね、実はアメリカの指標の反応というのはもちろん注目なんですけど。うん 震源地がやっぱり世界的に日本だった以上はですね、うん、やっぱり日銀のスタンスっていうのはこれ重要になってきます。はい、ただ今月は会合がないんですね副総裁のこの驚きの見解っていうのはまだ当面円売り株買いに安心感を与える可能性がありますので、まあ、ちょっとここら辺のね海外の,その海外投機筋のこの動きっていうのが きょう以降、ねはい、どういうふうに動いてくるかといったところはあの日経平均の上値予知、うん、もしくは息切れするかそこらへんを、はいはいまあ、今週の、ね、イベントをあの注目してみますと、はい、週末にジャクソンホールということで、はい、ここでも要人発言に注目集まりまりすすねね、はい、そうです、ね、ここからはですねそういう意味ではその、まあ、日銀絡みもあるかもしれませんけどやっぱり日銀の あ、日米の要人発言、こちらに注目したいところです。<ー>ご覧のように、frb 理事の挨拶とか議事要旨、そしてジャクソンホール、はい、そして、えー、パウエル議長の講演ということになっていますよね。まあ、これ次第によっては利下げペースの動向次第でアメリカ株やアメリカの金利、そして為替が大きく動くことになるとは思いますけど、まあそこら辺内容を見極めなんですね。はい、そしてまあこれはもちろんどうかわからないんですけど、はい、そしてですね。 もう一つは新しいあの、うん、まあポイントとしてですね、やっぱ注意しとかなきゃいけないのは国内の政局だと思うんですよね。つまりあの岸田首相の、えー、自民党総裁選の不出馬を受けた候補者の動き、いうん、政策、はい、まあ。 あのまずは、ね、具体的にその候補者が全員出揃ったわけでもないので関連銘柄とか、まあ、あまり絞るのは適切ではないとは思うんですけど、まあ、中にはここにあの顔の出ている方の方の中にはです、ねまあ、日銀利上げに積極的な方などもおりとかですね、まあ、あのもちろん誰かに決まったらその方が力を入れる例えば産業振興とか、まあ、そういったものでプラスに働く可能性いうのは十分にあると思います。でただですね これあの興味深いんですけど岸田首相の今までの在任期間を振り返るとですねちょっと見ていただきたいんですけど日経平均のまあ流れといったところをえちょっと長いスタンプスパンで見てほしいんですけどだ足元もちろん急落しましたやっぱり岸田首相が誕生してからずっとほぼほぼ右肩上がりなんですよね。もう一つこちら今度は川瀬の方を見ていいたただきたい ドル円ですが、うん、ちょっと長期で。ということでこれ上に上がってるっていうのはつまり,、はい、つまりあの岸田首相は空前の円安と歴史的な株高が進んだ首相だったわけですね。うんはい、でただ一方で支持率はこれと逆相関して右肩下がりだったわけですよね。と、うん <laughs> えー、いうことこれをどう考えるかっていうことなんですけど。 まあ、いわゆるその輸出企業とか、まあ、あの富裕層とかその投資家にとっては非常にありがたかったこの政権だったわけなんですがそこで右肩下がりに支持率が低下したっていうのはこれはやっぱコスト増とか値上げでですね、うん、国民の生活が苦しかったと。 補助金などどもありましたけどね、まあ、それでもやっぱりその国民的にはこの政策は支持を得なかったということになりますよね。でまあ、つまりその好循環っていうにはちょっと程遠かったからと株価と円の関係でいうとです、ね、そのプラスを享受した人も多いと思うんですけど、まあ、支持率はこれと逆相関でどんどん低迷したということなんですね。で これをもとにちょっと考えるとじゃあ次の候補者たちがどのような政策を取るのかなということなんですがえつまり円安株高では国民の支持率の不揚にはそんなにつながらないことがちょっと分かった以上はです、ね、やっぱりです、ね、利上げに慎重とかです、ね、その円安を加速させたいとかそういったその今までの政治の手法では逆風が吹きやすいはずなんですね。 でそう考えると選挙で勝てる候補国民人気が高いとなるとちょっとやっぱり円安加速っていうのは考えにくいというのがまあ素直な考え方かもしれませんよね。でさらにあの派閥の力学とかで自民党総裁を決めるとなるとこれはまた国民の人気を国民の支持が離れてしまいますよね。そそれこそ自民党が あの衆院選とかで敗れるとかなったらそれこそマーケット大乱じゃないですか、はい、まあですので、まあ、どちらかというとその国民の人気が高いようなまあ首相を、まあ、今回の,その裏金事件もありましたので、はい、派閥力学ではなくてその公正にその政策を戦わせるこれ自体はむちゃくちゃプラスだと思うんですけどね、はい、そういったので選ぶとなるとあまりその円安、円安と円安を望むような人はちょっと出づらいんじゃないかと、はい、そういう見方になるとちょっと為替というのは今後もちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。はい ねえまあプライム市場、8割以上に当たる銘柄が値下がりするなど、大型株中心に今日は売りが広がりました、はい、ただ一方で、新興市場の方グロス250指数、現在もね、プラス圏キープすて、いはい、ちょっとまあ全体的にね、手詰まり感ある中で、ちょっとバイオ系ですとか、宇宙系が今日 物色の矛先向かってます、ね。そうですね。ですから、この関心が戻ってきてる新興市場っていうのは今申し上げました。ように、やはりあの株価はですね。はい、もう本当にあのこの乱高下為替もよくわからない。うん、やっぱそういったところに、やっぱ個人投資家なんでついていけないっていう人も多いと思うんですね。うんはい、その中になりますと、その外部環境つまり。 アメリカ株の動向やら投機筋の都合やら為替やら日銀,か日銀の政策もそうでしょう、うん、そういうのに体制があるという意味でやっぱその新興市場というところに、うん。 注目向かいやすいというこれはすごくある意味プラス自然な反応だと思うんですけどねしかも今日材料が多かったのがこのバイオ関連が結構並んでますけど個別でね材料のそうですねいろいろとありましたけどバイオ産業の育成に国の行動計画が判明したという報道これ自体は全体の追い風になったと思いますよねで例えば4位のアストロこちらは弱さから受注ということで今日はストップ高、い気配と。 ということになっていますねそしてですね例えば振興の個別でもあのダブル A とかですね、はい、アスマークとかこういったところは、うん、その優待 これを拡充するとアスマークはこちらあ,の、まあ、あまりその商品という意味であれなんで、うん、あのですね、うん、最近ね、よく出てきましたね会社の商品とか、ね、その配れないところは、ねうん、サービス系の会社とかはこういった例もあるわけなんですけど、うん、つまりです、ね、ちょっと話題が多いですし、うん、やっぱり優待というのは。 あのまあ、資本効率の改善とか r o e とかそういうのも大事でしょうけどやっぱその個人投資家を取り込むという意味では、ね、やっぱり待っというのは非常にそのやっぱ魅力的なあの、ね、一つの手段でありますし投資家にとっても非常に魅力的だと思います。まあ、こうういいいったです、ね、あの動ききが出てきているというのは でこの時間もグロース250がプラスを維持しているというのは動きの激しい大型株ではなくて新興市場であの、まあ、着実に、ねはい、あの株主の方を見て、えー、くれる銘柄とかです、ね、話題の多い銘柄、はい、こういったところを買おうという動きはまだまだ続いているのかなという感じがしますね。はいはい 時刻は3時を回ったところです東京市場、今日の取引が終了しています日経平均株価、前場はプラス圏に浮上するなど底堅い場面もありましたが5場、円高、ドル安が進行するとともに売りが広がり、下げ幅を700円以上に広げる場面もありましたでは、終値を確認していきますはい、今日の終値をお伝えしますまずは日経平均株価の今日の終値から見ていきます 日経平均株価今日は6日ぶりの反落となりました終わり値は674円5銭安い37,388円62銭となりました下落率1.77%となっています変わりましてトピックスこちらも6日ぶりの反落です1.4%安い2641.14となりました JPX 日経エンデクス400こちらも6日ぶりの反落です。1.42%安い 24, 2万4260.69となりました。 はい古方さん、この時間も円高ドル安が加速していまして、百四十五円三十銭台まで円高に触れました。はいうん、いや、ちょっとそれにしても、為替にね、神経質な展開続いていると、も言えそうですかね。うんうんうん、あの、株買いにつながるにしても、株売りにつながるにしても。やっぱり、まあ、マーケットは。まあ、あの、ね、円を、ね、このようなその円キャリーに代表されるような。その動き、まあ、この、ね、連動性っていう、まあ。 まあ逆逆連逆相関といった方が正解なのかな。円高だと株売り、円安だと株買いっていうのが、まあ、様相が一段と強まっていると、えー、まあ、いうことが言えると思いますね。うん、で、ただ、あの話、冒頭、先ほどのポイントの戻,戻りますけど。えー、え先週一週間で三四日が四営業日で三千上げたことを考えたらですね。うんはい、これはまだ利益確定売りの範囲、うん、ということも言えますよね。はい、ただ、この流れが今週継続する、今日のような調整が、あの、だらだらと続くのかどうか、はい、それとも。 えー、あくまでも上昇局面における一時的な調整で終わるのかというのはやはり為替の動向、うん、アメリカ株の動向といったところをまた次第いということになると思います、うんはい、また今日ねょきないですがプライム全体で4兆1000億円ほどということで、はいえー、先週末よりも減る形となっています、うんうん、薄ないというのも、まあ、触れやすい要因となってるんですか、ね、そうですね、まあ、月曜日ですからね、私はあんまり月曜日出てくることないんですけどね、うん、<laughs> イレギュラーで出てきましたけど。うん月曜はまあ 少ない方ではありますけどね。まあそうですよね。あの、うん、い,わいわゆるまあ国内のお盆休みというのも<っ>あのね終わりますので、うん、まあ少しずつ戻っていくのではないかなというふうには思います。え、はいはい、結局東証プライムの値下がりの数は8割を超える形となりました。またセクター別でも上昇しているセクターの数だいぶ減りまして、え今日は二業種のみ小売と海運のみとなっています。 ではランキングから個別株の動きを振り返ってみていきますはい個別株の動きを見ていきますまずは東証プライムの売買代金のランキングです今日7位には7203トヨタ自動車です為替市場でドル円が一時145円30銭台と先週末から3円以上円高方向に触れましたトヨタは今期の想定レートを1ドル145円としていて 1>, 1円の円高で営業益をおよそ500億円押し下げられるとしています。株価は5倍一段安となり、結局3%安で取引を終えています。続いて値上がり率ランキング。トップには3382セブンアイホールディングスです。今日午後に日経電子版がセブンアイがカナダのコンビニ大手から買収提案を受けたことが分かったと報じました。 提案は法的拘束力はないものの、完全買収するには少なくとも5兆円以上が必要になるということで、実現すれば海外企業による日本企業買収としては最大級になる見通しとしています。セブンダイガーは、買収提案について受けているのは事実とコメントしています。株価は前場マイナス圏で推移していましたが、報道を受けて切り返し、今日はストップ高まで上昇しました。続いて、値下がり率ランキングです。 5位には企業のデジタライゼーションを支援する4053サガスタリスク。先週水曜に発表した上期の決算が大幅な減益だったことから、連日売りが続いています。株価は上場来安値、連日で更新となりました。ここまでランキングをお伝えしました。日経 C. N. B. C. 開局二十周年記念。世界経済を展望するマーケット経済サミット二千二十 池上明さんが NVIDIA 日本代表大崎正隆さんに半導体がいむう未来を問う2024年後半世界はどうなるのか時代の大転換をどう見ればいいのかが分かる必見のセミナー9月16日、ホテルオークラで開催詳しくは Web で。